だっけ。今日はドライブシャフト交換とネックキャリア交換をするために作戦本部のクイックレスポンスに来ている。それでは今日はご指導いただく浜本部長を呼びしている。なんでそこまで来るんですか。松松の仕様だ。来ていたぞ。できれば日本で一番分かりやすいこの処方からネックキャリア交換を。まあここの場所をお借りして、見ての通り普段は決済屋さんだ。ここでここで工事を合わせたり、見たことあんだろう。はい、一回やりました撮影で。やったよな。はい、あれボツになりましたよね。はい。またシャフト交換は、はい、オイルとか結構まみれるから、はい、つなぎを着てやる。あ、珍しい。まあ、ちょっと寒いですもんね、操作感ね。寒いからじゃないよ。そう、やっぱ油とかな。はい。季節感がないですよね、その格好だと。寒いとは思ってない。本当ですね、寒そうじゃないですか。そうだからなんか音がするんですけど、なんですかこの音は。あ、いやいや、センチセンチ、銃じゃないです、銃じゃないです。違う。拳銃じゃない、拳銃じゃない。危ない。民間人撃ったらやばいですよ。マシンガンじゃない。マシンガンじゃない。あれ何の音ですか。なんだ、エアジャッキー。エアジャッキーの音ですね。あ、上がってるじゃないですか。これチャンプ用の椅子だ。あ、さすが浜中捜査官、ありがとうございます。できるぞ。ありがとうございます。僕座ることあるんですね。浜本部長ね。浜本部長、すいません。浜本部長ですね。ファイナルファイトの浜本部長ですね。あ、来ました、お客さんが。お客様です。お客様です、いらっしゃいませ。まずタイヤを押す。はい、お願いします。変装、めちゃくちゃ大変そうじゃないですか。そうすか、普段筋トレしてるとは思えないぐらい、あの息切れしてるじゃないですか。いやいや、それ締める時も、はい、マックスパワー締めたから。はい、ちなみに俺は昔、はい、このボルト2本ねじ切ったのか。いやいや、直すのに9万円かかったぞ。9万円、うん、もう素人がやるもんじゃないですね、そしたら。平井さんに、はい、怒られたぞ。何やってんだと。このように、はい、あ、私、あれ、なんか音聞こえたぞ。なんすか。あ、もう外して終わり、外して終わってますよ。あっちも一発で終わってましたよ、なんか。やっぱ素人がこういうことやるからダメなんですよ。あ、まあまあ、でもまあまあ、あの一般の人はなんか機械持ってないですからね、捜査官。まあこんな簡単にできるってことですよね。はい。まあ俺の場合はこれワイドレっていうのが、はい、スペーサーが入ってるから、はい、これも外す。はい。まあそれもこれ一個で外せるってことですね。そうだよ、うん。機械なんか使わなくても。これはあのどこでも売っていくから。はい。タイヤのな、はい、幅を出したいとか。捜査官ちょっと今、はい、こう頭危なかったですよ、ぶつけるの。あ、危ない危ない。痛いよ。痛いよって痛いじゃないですか、それは。危なかった。危ないんで。アウトなんで。アウトですよね。捜査官、いや僕素人なんで初めて見ましたよ。タイヤの内がこんななってるんですよね。そうそう、これがブレーキ。はい。あ、これがブレーキ。そうそうそう。ああ、これがあの、有名な。で、これがショックアブソーバー。あ、うん、これがあの。で、これがドローだ。あ、ドロー。あ、いや、うん、それどこでもあるでしょ。分かりやすいボケ、ありがとうございます。これが10ミリ。はい、10ミリ。うん。皆さん、10ミリです。うん、今、反対側は、はい。浜本部長がやってくれてる。あ、浜本部長、はい。浜本部長のやつはこんな。もしかしたら、はい。これはどっちが早いかの競争になるかもしれない。いや、絶対あっちの方が早いでしょ。そんなもんやってみなきゃわかんねえだろ。だってもうすごい、なんかだんだんずつガンガンいってますよ。うさぎとカメの話聞いたことないから。うさぎとカメの話聞いたことありますよ。ああやって早い人は、はい、最後どっか壊したりして。なるほど。でも俺の車だから壊されたら困るぞ。いやいや、そんなことないし、あっちプロなんすから。で、ここが外れると、はい、ここにアクセスできるから。はい。じゃあここはアクセス、インターネットですか。違うわ。12ミリだ。はい。ん、どうしました浜本部長。もう、あ、もう外れた。もう外れた。早っ。自分の、その辺から持ってきた自分のアウトじゃないですか。おい、まさか俺のシャフトがもう外れたって。いやいや、もう外れたんすか。ちょっと見てみよう。はい、見てみましょう。外れてるぞ。外れてんじゃないですか。今、この浜本部長が。あ、早っ。これが、
そっから抜いたらシャフト。だって時間見たらまだ3、4分しか経ってない。そうだろ。早っ。見てくれ、ほら。これを取りたかったですね。これをそう抜くの、はい。これが折れるんだよ、山してたら。ああ、はい、はい。負担かかると。はい。早いな。早いな。これ全部外したの？もう全部外してましたよ。天本部長。それがやっぱプロと素人の違いなんですよ。本部長。捜査官。もしかしてもともと外れたんじゃないですか？いや、そんなわけないでしょ。こっから来たでしょ、中野から。中野からここまで来たでしょ、ね、はい、じゃあこれ、はい、どうぞ、ワンポイント、はい、はい、ワンポイント、はい、特別捜査官は、まあ、フリーハーブ、はい、を外そうと思いました、はい、はい、ただ、今回の場合でもフロントのドライブシャフトを抜くっていうだけの作業なので、はい、まあ僕は、まず、こいつは外しません、はい、え、外しても取れるんですか？外せなくても、はい、シャフトは取れます。え、基本的に取れます。え、はい、なのでまずブレーキのキャリパーを外しましょう、はい、外すのもブレーキキャリパー自体はここ 12mm のボルトでついてますが、はいはいはい、これを取ってブレーキパッドを外してブレーキパッドを止めている台座を外すっていう 1,2,3 工程あるんですが、はいはい、僕は面倒くさがりなんでここの下の 17mm のボルト、要はこれをもうごっそり取る、はい、そっちの方が早いから、早いし簡単だし、まあ失敗するとブレーキパッドはまんなくなっちゃったりするっていうパターンがあるので、はい、それは気をつけなきゃいけないんだけど、外す必要なかったと思う。ないです、全くないです。捜査官戻すぞ。いや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 、これを外すんだよ。これ外す、なぜならばこの中にシーリングが本来ならば入ってる。なるほど、なるほど。あ、こっちの12を外さなくても、外せろ。そうそう、はい、外す前に本当キーペン打っとく。やってないでしょ。やってないです、はい、マーキングが必要です。犬のおしっこじゃないよ、マーキングね。マーキング、マーキングをしとく。そうすれば、はい、マーキングのとこに合わせればすぐスッて入るでしょ。で 17mm を外す、はい、キャリパー外す、外す。そしたら、まあ、あとはブレーキローターを外す。なるほど。パッパッと、はい、パッパッと。なるほど。捜査官、お手元の僕チンプン看板だったんですけど、まあ、素人のお前には、はい、弾いて2割も分かんねえだろ。まあまあそうでした、まあ、はい、俺はな、はい、4割ぐらい分かった。ほぼ分かってないじゃないですか。ほぼ分かってないでしょ。なんかおかしいと思ったんですよ、捜査官急に黙り込むから理解してんのかなと思って聞いてましたよ。実は、はい、エコカップっていうこのジムニーのような、はい、競技があって、はい、それ1回出たんだよ、はい、でその時に、はい、その4つ走るとこあるんだけど、はい、セクションって言うんだけど、はい、最初のセクションで、はい、ドライブシャフト持って、はい、その運営側の人が、いやせっかく来たんだから、はい、ドライブシャフト直して、はい、また走りなよと、はい、そこでドライブシャフト中古安く売ってもらって、その運営側の一人がバーッと来て、はい、昼休みの間にやってくれた人がいた、それが初めて会った、はい、ハンマー本部。あ、そうだったんですね。そう、その時、あ、その時以来の、それは早いですよ。こんなマイルドスピードを見て、はい、ハンマー本部長が、はい、この車見たことあるぞ。なるほど、あの時直してくれた、あの時のドラシャ持ってんですよね、はい、その時の映像は。なるほど、こちらです。あります、その時の映像。概要欄に載せておく。概要欄にお願いします。あったらすごいですけどね。いや、あるんだ。え、あるんですか。ドラシャ降りた瞬間は、はい、乗ってないけども、はい、その後直して走ってる時の、はい、一部盛り上げたところっていう。あ、本当ですか。木に突っ込んで、はい、枝がバサバサと落ちてくるっていう。なるほど、盛り上がりました。そこを注目してみてくれ。浜本部長との間にそんな友情秘話があったんですね。そうですね、前に。お、固着もなく外れたぞ。あ、よかったっすね。 17mm、 やっぱこれ見るとあのマフラーの悪夢が蘇りますもんね。で、これを外す。はい、外す、外す。ん、ベタだな。ベタすぎるぞ。あ、ベタ、浜本部長ベタっすかこれは。なんでリワールチ1個しか外してない。あ、なるほど。ダメだろこれ。そんなベタなことありますか。違う、さっき外したと思ったら、はい、緩めただけだった。緩めた、残ってるぞ。まださすがだ。奥の方ですね。行くぞ。しました。あ、ちょっと待ってください。すいません。あ、疲れた。浜本部長の負傷。普通、おい、普通自分の店であんな物にぶつかったりするから。まあ、そうだ。で、ここに段ボールを挟んで、はい、うっかりが閉まっちゃうとまたここに戻せないから。ああ、なるほど。そう、うっかり、うっかり、うっかりミスが。で、ここを普通、ちゃんとここを移してくれ。はい。ここに、はい、これが外れないから、はい、ここにな。はい。この太さのボルト入れるところが緩んでくんだけど、はいはい、俺のなぜか緩んでるぞ。危な、何もしないのに緩んでるぞ。これいいんすかそれ。いいんです。あ、いいんすね。一回もバラしたことないやつはだいたいここが錆びて、なるほど、固着してる。なので
こうサービスホールがあるわけです、はいはい、でサービスホールにあのボルトをね、適度なボルトを入れて押して引き抜くと、押し出すと。ありがとうございます。なんかお客さん、あの人がやると、はい、サービスホールとか入れるとか、はい、なんかちょっとやめなさいよ、やめなさいよ、本当に教わってるんですから。そういう意味ないですよ。ちゃんときちんと誠実に受け止めましょう。見た目だけで言っちゃダメだな、はい、いやいや、それあなた見えないでしょ、人のこと。硬いんですよね。いや、法務長、これだ。どうですか。おそらくこれだ。あ、それか、ね、それはどうやって外すんですか、それ。14で、これは、はい、上下左右4本止まってるから、はい、本部長自体は、はい、あのレースとかバリバリ出て全国回って、はいはい、ちなみにそのマシンがあそこに出てて、 あれどうだ、すごいだろ、すごいっすね。あれでレース出まくってる。なんかドラゴンボールに出てきそうな車ですね。今週の日曜日、はい、次の動画でおそらくあれに乗るって。あ、じゃあその動画見れるわけですね。なるほど。おい、どうする、これ外した後に、はい、本部長戻ってきて、はい、これ外す必要なかったって言われたら、あ、さっきのパターン怖いっすね。余計なことやってましたよ、パターン怖いですね。まあまあ、それもいいんじゃないですか、勉強で。あの動画でみんなに分かってもらう、勉強しましょう。はい、こういうこと気をつけましょうっていう。失敗例もあった方がいいからな。いやいや、絶対そうっすよ。あの、だから、はい、こっち失敗例、はい、で、本部長あっちがやってくるんだったら、はい、まあ、成功例やってほしかったけど、はい、バーッとこっちやってる間取っただろう。確かに、うん、あばやってくれて言いたくないけどよ。はい、そうですね。空気の読めない男だ。やめろ、やめろ。やってくれてるんですから、本部長は。確かに成功例ちょっと取りたかったですね。失敗例やっとったんだけど、まあ戻すときにな。ああ、そうしましょう。じゃあ戻すときは本部長じゃん。はい、これ一つ大事なのかな、はい、はい、やるときは、はい、雑巾と、はい、やっぱパーツ作りなんですよ。いやいや、なるほど、結構基本ですね、それ、はい、基本的なことができてなかったですね。いや、そこ座ってる場合じゃないでしょ、はい、雑巾、パーツクリーナー、パーツクリーナー、これは皆さんも用意しましょう、最初に。はい、ヤブカバリア、ヤブカバリア、ヤブ、この時期出ますか。まあ2月だから出ない、捜査官、ヤブカバリアのあのギャグ見たい方は前回のマフラー交換の動画をお願いいたします。まずこれを抜く、はい、これがドライブシャフト、はい、抜くぞ。あ、これがドライブシャフトですね。大根みたいですね、引っこ抜くんですね。株だな、そしたらな。株ですね。あ、来た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 、うわ、汚いって、これ別に汚いもん。まあ、まあ汚いけど、このグリスなわけだ。泥だらけじゃないですか。で、抜いただろ。はい、今日は、はい、このデフキャリアも交換するから。デフキャリア、うん、ここにボコってでかいのあんだろ、これ。あ、これ、そうそう、これ交換するんですか。これ交換する。無理でしょ、素人には。民から見ました、民から。民から見るか。はい、民から調べるぞ。このプロペラシャフトが、はい、このデフキャリアに繋がってるので、はい、これを外す。そしたらこの後、このデフの周りにずるっとボルトがあるので、それを外すぞ、はい、ドラッシャー大丈夫だった。折れてなかったです。 CV は渋くない。ダジャレじゃねえぞ。あ、ダジャレじゃないぞ。 CV は渋くない。渋くない。ちょっと待ってくれ。いや、メモるな、メモるな。手がかゆいだけだ。手がかゆいだけだかい、手がかゆいだけかい。 CV が渋い。はい、こう見せて。え、右手に持ってるコープ見せて。ああ、絶対やめた方がいい。はい、今俺は、はい、この工具でやったんだが、はい、この右手は、はい、ハマー本部長に言うと絶対やめた方がいいと。なぜ、なぜですか。なぜですか。それは、はい、はい、これは硬いネジを回すための工具ではあります。そして必ず舐める。舐める、確実に。なるほど、はい、しかもプロペラシャフトの工具というのは緩み止めがついてるんです、はい、それほどやっぱりちゃんとついてなきゃいけない、縛ってなきゃいけないボルト、はい、あとなんと、なので緩めるときはこういう工具は絶対に使いません。で、使っちゃいけません。本部長が渡してくれたのがこっち側、2つともこのメガネで、メガネ、メガネが最適で、メガネっていうか絶対マストですよ。絶対です。確実にマスト。皆さん覚えて、横山康氏と覚えてくれ。メガネ、メガネ、メガネ、メガネ。お、なるほど、ありがとうございます。だから一回そういうふうにロックしてるものが、はい、まあ、緩めば、はい、あとはそのさっき言ったスパラでも OK。 なるほど。あ、緩めるためにこれを使い、そう、分かった。ちょっと実践してみましょう。こう緩める、緩んだ、そしたら、う
このスパナで、そいつで、うん、使った方がスッスッと、はい、でこっち側を回すと、基本回すと、はい、で基本一箇所を全部緩めるのではなく対角で徐々に緩めていく。対角ということはこっちだぜ。はい、入んないな。なんだか、あ、このメガネ不良品じゃないか。やめなさい、本当にカットしてください、これ。よし、またぞ。で緩めた。で対角、はい、対角にやる、うん、あ、これさっき緩めたとこじゃねえか。いやいや、同じことぞ。くるくる回るからね。やっぱあれですね、うん、あの捜査官、本部長いろいろ教えてくれるからいいですね、うん、いや、そうな。そう考えると前回はあんま言いたくないけど、林大手の社長何も教えてくれなかったじゃないですか。違う、あれはこっちが困ってる。あれはコンセプトで、はい、ほらプロの手と知恵は借りないというコンセプトやったから、はい、その結果あんなひどいことになったじゃないですか。まあ、正直マフラー交換は、はい、あのボルト4だったから、はい、俺も俺のあれで知識と技術で、はい、すぐ終わると思ってたんだよ。あ、なるほど。今回はもう最初から、はい、俺はもう8時間という、はい、その過去があるから、はい、本部長の指示を仰ぎながら、はいはいはい、しかも見てる人が俺クラスの人でもドラシャ交換、はい、もし山で突然折れても、はい、その場で交換できるように。なるほど。おはようございます。おはようございます。どっちが SJ ですか。ちょっと挨拶、ちょっと紹介して。捜査官、ジュニアさん。あ、よろしくお願いします。あ、もう取られてる。ハンパ法務長、ちょっと確認なんですよ。あの、反社の方じゃないですよね。反社の方じゃないですよね。反社っぽいけど違うよ。反社じゃない。犯人がわざわざ来たぞ。捜査官逮捕逮捕。捜査官逮捕逮捕。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山川です。山川団のギャグのボスだ。あ、やはり。初めまして。久しぶりに来ましたよ、令和2年でギャングという単語。やっぱり生き残ってたんですね、ギャング。僕は、ちょっと本部長が、はい、ハンマー本部長がひどいって言ってる。え、どうしたんですか。本部長どうしたんですか。この中にオイルシールが入ってますね、はい、そのオイルシールというのが、はい、ポリン中だと、はい、次はもう役立たずだと。役立たず。ここまで、うん、本当はこういう風になったの。なるほど。全然役に立たないと。ちゃんと捜査官と一緒に被害してくださいよ。言うと思った俺、俺そろそろ言われんじゃないかと思って、ドキドキして聞いてましたよ。うちドラシャ一回折ってんでしょ。一回どころさってね。ドラシャ折ってる。折ったかもしれない。記憶にない。政治家じゃないですか、完全に。あ、記憶にございません。あ、完全に政治家だよ。長生きかもしれない。 え、おい、ちょっとチャンプ、はい、ちょっと黙らせてくれ。そういうドラマやってたんですよね。なるほど。長井貴一が、まあ、向こうのさっきのオイルシールはダメだと、はい、俺はこう、じゃあ対策はどうするんですかと、はい、まあ、新しいオイルシールは必要だと、はい、俺はこの近くで買えるんですかと、はい、聞いたところ、はい、ハンマー本部長が一言、はい、もう買ってあるよ。かっこいい。かっこいい。一応ね、2つありがとうございます。ありがとうございます。さすが本部長、優しい。皆さんこの店使いましょう、はい、ね、クイックレスポンス、はい、使わなくていい。使わなくていい。やめましょう。使わなくていい。やめましょう。ここやめましょう。ここは使うのやめましょう、はい、皆さん。オイルを抜きます。はい、入れる方から、はい、先に緩めます。はい、はい、それはなぜですか。緩みました。仮にこれ取りました。はい、あ、じゃあ今度オイル入れるからね、オイルの入り口をこう、はい、緩めよう。はい、もしこれが取れなかったら、はい、オイル入れられないですよね。入れられない。そう、仕事じゃ抜いたっきり入れられない。今日も多分3回転半トリプルアクセルで外れるから。なるほど、ぴったりですかね、うん、2回目、はい、3回目、うん、はい、どうだ、うん、取れました。まだね。世界初の4回転5回転進んでおります。あとも手でくるくる。はい、外れたぞ。外れた。今軽く固着でついてるだけだから、はい、こいつを蹴り上げれば、はい、あ、小さその、うん、ライダーキック、うん、大丈夫か。これ前回折れましたよ。外れないぞ。外れないじゃないですか。まあまあまあ、でもしょうがない、固着してると思う。そういう時は、はい、ほら、あ、取れた。外れたらこの辺に見せとけば、落ちるとこう抜けるから。はいはい、うん、なるほど。今度これさっき言ったこれ、はい、周り、はい、これ全部12で止まってるから、はい、本部長がなんかこの結束バンドで
落ちないように止めるといいらしい。ほらこれ犯人を拘束するときのほら、あ、本当だ、これほら立てて動くかどうか確認してないんで、ああ、了解、まあまあ、プロとセミプロの二人がかりできないわけがない。俺がセミプロではないけどな、はい、素人だよ。素人っすか、ね、素人が手出すんじゃないよ。だけど入ったの自分でやっても自分でやりたいしめんだよ。ただ素人が可愛いよ。あ、お客さんです。お客さん、ただな、はい、ジムニーを愛する気持ちは、はい、素人俺でもプロに負けてないかもしれない。なるほど。いや、負けてるかもしれない。はい、いや、負けてんじゃないですか。なんだこれ、どうしました。なんすか、その木は。あ、枕か。枕じゃない、違う違う違う、昔の人じゃないんだから。いや、よく枕にするな、本当に。あれじゃ、カブトムシが寄ってくる木じゃないですか。どういうこと。いや、怖いな。怖いですね。怖いあるといえ、はい、落ちてきたら痛いぞ。痛い、いや死ぬでしょ。でもこれより怖いのは、はい、やっぱり人の裏切りとか、はい、そういうことだよな。いや真面目か、あのお化けとか言ってください。幽霊とか、なんすか人の裏切りって。やばい、この狙いできてるから、はい、ちょっと今この体勢だと、はい、眠くなっちゃうな。眠くなって危ないですよ、死にますよ。なんで死ぬの。こんな田舎で寝て朝過ごしたらエベレストじゃないんだから。あんた死にますよ。こんな田舎でっていうのも失礼です。そうだな、はい、いいとこですよここは。カットしといてやるよ。はい、東京都なんでね、いや監督使ってください。使っていいのかい。はい、アンチ増やしたいんですよ俺も。今喋ってるのは、はい、ジャンプ佐藤です。ジャンプ佐藤です、お願いします。西東京市は田舎でやばいやばい。よし、一本だけ残って、はい、今日は寝てないからな。そうっすね。一歩残す理由は捜査官何なんですかね。わざとじらすんですね。いや寝てるじゃないですか。ちょっとまだ作業中ですよ。起きてくださいよ。これ本当に枕してんじゃん。これお客さん続々来ますね。やっぱりすごいですね。はい、この顔、これ、これ、はい、こんな感じか。そっくり、あんたじゃないか、本当に。捜査官じゃねえかよ、そっくりだよ。はい。多分くっついてるから、はい、もう人のパワーじゃ無理だから。はい。何キロぐらいなんだ、これ。筋トレにはちょうどいいかも。筋トレじゃないです。ちょっと珍しいが。ほら、忘れたぞ。すいません、コーン貸してください。はいよ、何？ここが、はい、映りでわかるかな？ここがこういうところが、こういう欠けてる、欠けてるかな、歯が。歯かけババア。歯かけババア。これが、これがノーマル。ノーマルとか標準のね、本来あるべき姿がこのような。まあ、歯の形、はい、そしてなんとこの硬化するキャリア、はい、驚くことに、はい、浜本部長の提供だ。提供、素晴らしい。あら、おお、結構するぞ。玉入れみたいに何個か数えるか。はい、いや数える。まあ、浜本部長は本当にトライアルで全国すごいマシンで回ってきたから、その動画も概要欄に貼っておこう。あ、そうしましょう、うん、クイックレスポンスと、はい、ジャンプ捜査官の、あ、概要欄ですね、お願いします。あとついでになんか新宿のデリヘルの、いやいいよ、それ本当に。どういうつながりなんですか。本当につながりないけど、多分バンされますよ、そのうち削除されますよ、そのうちから。シューって音が聞こえる。ちょっとこっちから見れないんだけど、なんとヤブカバリア巻いてんの。違います、ヤブカバリアじゃないですよ。違うか。違います、スプレーで洗浄してもらいただいてるんですよ。買い置きしてるわけじゃない。違う、やめてください、本当に。どうするよ、はい、ヘアスタイルセットしてたら。いや、違いますよ。VO5 ヘアスプレーじゃないです。向こうから映したら VO5 じゃないですよ。